三権分立。温厚な顔をしていても嗅覚は鋭く、利権争いにはめっぽう強い。自分の好きな食材と味付けと煮炊きの加減はどれをとっても超一流。美食家、凄腕、料理人。自分の都合でレシピを次々提案し成立させるチャウチャウ犬。平和な世界が続くようにと、世のため、人のために人知を尽くし、国を治め、より良い社会を築くために心血を注ぎ、マニフェストを掲げ、主導的役割を果たす、ドーベルマン。法を両肩に背負い、悪を取り締まり、世間の不安を一掃して、決まり事を守り、秩序を守らせる、こわもてのブルドッグ。こんにちは、津田佳代子です。いつもご覧いただきありがとうございます。動物の作品が続いていましたが、皆さんおなじみの十二支シリーズだったんです。お気づきでしたでしょうか。そして今回が十二支シリーズ最後、犬の登場です。今後も引き続きハーモニカでつなぐアートとポエムをご視聴ください。いつもありがとうございます。